そこに書かれてた言葉がオリンピックを目指していますと。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、田淵俊夫さんの名言で、常に心のアンテナを磨いておく。同じものを見て、同じことを聞いて、すぐにピンとくるものと全然ピンとこないものがいる。ピンとこないのはアンテナが錆びているから。自分はこのレベルでいいと思ったら、それ以上に先は進めない。ということでですね、田淵俊夫さんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。田淵俊夫さんは日本の画家、死刑は平山郁夫、1968年最高第53回日本美術院展覧会で初入賞し、戦地1982年と1985年に日本美術院賞、大観賞受賞、その後も数々の受賞歴を重ねたということでですね、常に心のアンテナを磨いておくということでですね、今日実はですね、私朝からニュースを読んでおりまして、素晴らしいニュースがありましたので、ちょっとご紹介したいと思います。昨日と言いましょうか、昨日なんですけれども、レスリングの金メダリストの須崎優衣選手、まあ、おめでとうございますとまず言いたいんですけれども、彼女がですね、すごいんですよ。10年前に、今21歳だったかな、だから10年前、10歳ぐらいに書いた自分への約束の手紙ということでですね、そこに書かれてた言葉がオリンピックを目指していますと。まさにこれじゃないでしょうか。本当に心のアンテナ、自分のもう目標、ここを決めたら、そのアンテナずっと張り続けるんですよね。何がすごいのか、それをね、もう出るどころじゃなくて、やっぱ金メダルを取ったってことはすごいじゃないですか。自分への約束をして、しかも金メダルを取った。すごいなぁと思っております。これまさにね、本当にアンテナを張っていて、常にこう敏感にいろんなことを取り入れたり、いろんなことをしてきたと思います。この10年。そこでやっとこう花が開いた。もう まさにね、今日の名言にぴったりのニュースを私を見て、これ朝からすごく、もうちょっとね、涙もろくなってるんですけれども、もう一人ね、レスリングのこの金メダリストの、音黒拓人さんもそうなんですけれども、小学校の自由研究、もうレスリングの選手ですから、自由研究のテーマなんですけれども、小学校の時ですよ、まだ、プロテインも飲んでないんですけども、プロテインの研究をしていたと。研究していたと。もう、だからそれからもう10年近くだと思いますけれども、その研究がね、実って、金メダル、もう筋肉がどうつくかとか、まあ、持久力とか、いろいろあると思うんですよね。私もまあ、たまにですけども、プロテインを飲んだりしてるんですけれども、マラソンということで。まあ、そこまでね、考えたことなかったんですよ。まあ、店に売られてるこの、ね、ものを見てて買ったりしてたんですけれども、やっぱりね、彼もなんかも意識が高かったと。このアンテナをやっぱり張って、その、敏感にいろんなことを感じていたと思うんです。だからこそ、この金メダルという形で帰ってきたと思います。私もね、10年前、まあ、確かね、この名言がを手帳に書いたのが15年前なんです。やり始めて、初めは自分の中で見てただけで、何にもできないなと思ってたんですけれども、まあこういう形でね、YouTube とかブログとか、いろんな形で発信し続けることによって、皆さんからね、いろんなフィードバックをいただいて、すごく励みになっている部分があります。私も、10年前からか、わからないですけども、すごくもうアンテナを張ってやっていこうということでやっております。これからもね、新しいことに、もっとチャレンジして、まあ、あとラジオ放送なんかもしたいので、それに向けてね、頑張っていきたいと思っております。まだまだね、私も錆びてないアンテナにしたいと思っております。本日も一日、よろしくお願いいたします。動画を見ていただき、
ありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。